恐怖の弾きが恐怖ですからね、恐怖の弾き語りなんですよ、恐怖ってつけてんのにね、なんかいっぱい見る方がいらっしゃるんですね。よくわからないんですよね、はい、あの今日は、ザ・スクエア、ザ・スクエア、私の大好きなですね、もう人生ザ・スクエアですけどね、 T スクエア、はい、シャドウという曲でございます。これがいい曲でね、あんまり演奏されてないので、これをね、あの私大好き、あの、ちょっとこれちょっとこの辺続きます、続きます、いっぱい、あね、これね、T スクエアとカシオペア、カシオペアね、ちょっとこんだけ今、まあもっとねやればいいんですけどね、はい、いろいろね問題が解決したらねもう何でもやりますけどもね、はい、いろいろ今問題がね、いろいろね、まあ、世の中もそうですけどね、いろいろ起きてましてですね、はい、まあ全然関係ない方には関係ないんですけどね、わかんないですけどね、わかんないですけどね、はい、何にも感じない人はいないですよね、はい、まあちょっとおかしいんじゃないですかねちょっとねはい、ということで恐怖の弾き語りなんで、あの不安の方も絶対見ないでくださいね。不安の方を見てね、怒られてもしょうがないんでね、あの見る時間もったいないですからね、あの原曲がもういっぱい載ってますので、 T スクエアね、あのそれを見、ライブとかも載ってますよね、うん、それを見てればいいと思いますよ、はい、わざわざね私の動画わざわざねクリックしてね、わざわざクリックして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 見る必要ないと思いますよ、はい、これはですねピアノが簡単に弾けるっていうことを説明してる動画なので、はい、もうそれ以上のもう歌を聴かせてるわけではございませんね。歌はできたらね、まあ、歌うのも最近ちょっと面白いんですけども、ちょっとね、気持ち悪いじゃないですかね、上手な方の歌を聴けばいいんですよ。あ、ね、マリーンさんの聴けばいいじゃないですか。マリーンさんのね、マリーンさんの歌聴いてくださいよ。あれですよ。なんだっけ、マリーンさんね。まあ、忘れちゃった。すいません。マジックじゃなくて、レフトアローンですよ。レフトアローンね。レフトアローン聞いてくださいよ。もうね、T スクエア、ザスクエアのファンの方ね。マリーンさんのレフトアローンを聞いてくださいよね。あとね、カシオペアにもで、カシオペアともやってますよ。うん、マリーンさんね。うん。レフトアローンやってほしかったな。ね、なんか、まあ、自分の曲をなさってんですけど、やっぱマリーンさんって言ったらレフトアローンなんですよ、ね、これも私もずっと長いこと言ってんですけどね、はい、ということでよろしいですかね、他の原曲を聴きくださいね、はいはい、はい、3、はい、これが聞いてるんですよ。これが聞いてるんですよ。これはですね、この1丁目、2丁目、3丁目、4丁目ですね、横にずれただけですからね、こうね、はい、
これもうね涙ボロボロ出ますよ、ここからはね、あの原曲を聴いてください。ルルルルルルル、ほんとねこれね若い時聴いてねショックでしたよ、ほんとに。もうザ・スクエアね、ルル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 ル、ここだけはちょっとねシンコペーションですね。まあこれでもいいか、まあ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 それ自由ですね。ここはでもシンコペーションしたいですね。人生って何だったんでしょうね、本当。なんか、やっぱ幻、幻だといいんですけどね。もう本当、もう生きることにですね、もうちょっと疲れちゃってですね。早くね、楽になりたいとですね、もうね。やっぱこの世界からですね、出る方法って、ね、やっぱり死ぬことしかないのかなってね、ちょっとそういう結論ですけどね、今のとこね。この世界から出る方法ですよ、この今のね政府とかね天皇とかねそういうのとは全然もう関係ない世界にね、無人島行くしかないんですよね。日本政府の、まあ、日本政府だけじゃないですけどね、何も力が及ばない、ね、無人島に行くしかない、まあ、そんなとこないと思いますけどね。まあそれもまたね苦しいと思いますしね苦しいですね。だから逃げ場所っていうのはないのでね、早くですねなんとかね問題を解決できたらと思いますけどね。まあこの年になってですね、まあ本当にこんな苦しいことになろうとはね思わなかったですよね、本当。ルールルールということで、あとはですねもう一緒なので、ぜひですね演奏してくださいませ。簡単に簡単ですよね、これだけならね、完全コピーとかするのは難しいですよ、難しいですよ、でもこの曲を楽しむ分には今のでもうこれだけですからね、はい、まあこの曲だけじゃなくてですね、ところがこれをアレンジするとこういろんな形になるわけですよね、毎度ね。だからライブのたびに違うわけですよね、プロがやられますとね。はい、そういうことでですね、はい、ぜひ、あまり弾く方いらっしゃるのでぜひ弾いてみてくださいませ。はい、もうシャドウね、あとまあ全曲聴いていただいてですね、T スクエアのねザ・スクエア、はい、あの全曲の一番最初からですね、まあ全部をですね、まあ2億回ぐらいずつ聴いていただくとね非常にいいと思います。私もずっと聴いてましたね、もうずっと聴いてましたよ、もうずっと聴いてた聴いてもねちょっとね音取るのはちょっと難しいですよね、やっぱね全部ね、で真似っこしてもね全然やっぱダメなんですよ、真似っこしてもね面白くないんですよ、本家には勝てないんですよね、それがコピーバンドなんですよ、
それを真似すんのは面白いんですけど、最初は面白いんですけど、ある程度できるようになるとですね、やっぱ面白くないんですよ、飽きるんですよ、同じ音をね、飽きるんですよ、だからプロっていうのはもうね、やっぱプロだってね、やっぱちょっとずつ変えてるじゃないですか、変えていくじゃないですかね、だから飽きないんですよきっとね、でも本当にやっぱり仕事でね、そうやってね毎回毎回同じ曲をですね同じに演奏するっていうのはね、これはちょっとね、まあ同じにはなんないですけどね、やっぱ会場の雰囲気とかそういうの全部違えば違ってきますよね、違ってきますよね、だからそういうのが音楽であってですね、やっぱりその場その場でね、あの機材トラブルだってあるしですね、絶対あるんですよ。でもそんなのパッとこうね瞬間で対応するのがやっぱり超一流のプロの方でね、やっぱ超一流の方っていうのは本当にすごいんですよね、あらゆる面でですね、あの弦が切れる時もあるし、いっぱいあるじゃないですか、音が出ないとかですね、そういう動画もちょっとありますよ、もうめったにないですけどね、それのそういうのが面白いじゃないですか今ね、そういうのが面白いような気がしますけどね、これからね、なんか音が出ないんだけどみたいな音が出ないんだけどみたいなね、私のせいじゃないみたいなね、そういうのね、そういう動画あっても面白いと思う、なかなかないですけどね、そういうことね、音楽の楽しみ方っていうのはいろいろでございますよね。はい、あのなにわエキスプレスさんのねあの動画がね私好きですけどね、高校生らしくってね、あの演奏いいですよね、あのフュージョンが大好きなんで、その大好きなもんですからね、いっぱい聞いてきましたね、いつも喋ってますけどね、どうもすいません、シャドウですね、ぜひ弾いてみてくださいませ、失礼します。